クルリンパの意外と難しいクルリンパの解説をしていきます。結構あのクルリンパってあの今のアレンジに主流なんですけど、まあ、真ん中が割れてしまったりとか、横のシルエットが大きくなったりとか結構いろんな悩みがあると思うんですけど、今回はあのそういう真ん中割れとかパサつきとか横の広がりとか、あとゴム隠しですね、そういうのを一つ一つ、そういうのがないように解説していきますので、ぜひ参考にしてください。まずクルリンパする前にこういうコームでよく根元から研いでおいてください。結構まあ手ぐしでもいいんですけど、髪の量が多い方とかは結構根元ら辺が溶けてない場合があるので、しっかりこういうコームで研いでおいてください。こうすることによって真ん中割れとか毛羽立ちとかがかなり減ってきますので、最初にこの状態から始めるようにしてください。まずクルリンパをするところを、まあ、こういう感じで丸く取ったら、この下の髪がクルリンパをするときに結構邪魔になってくるので、クリップとかで留めておきます。で、これでクルリンパをしていくんですけど、この時にセルフアレンジでご自分でされるときに結構この角度が上がってしまいます。角度が上がってそれでクルリンパするので、ここの角度が上がった状態で真ん中がこういう風な感じで割れてしまうので、必ず角度はセルフだと難しいんですけど下げて、この状態でクルリンパをしてください。そしてこのウレタンゴムも極力髪の色に近いウレタンゴムを選んでください。後からのゴム隠しのテクニックもするんですけど、極力ゴム隠ししなくても目立たない方がいいので、こういう感じであまり目立たない髪の色と近いウレタンゴムを選んでください。ではクルリンパしていくんですけど、この時に真ん中からこういう感じでクルリンパするのではなくて、少し斜めから指を入れてこういう感じですね、こういう感じでクルリンパします。で、穴は極力最小限にすると真ん中割れが防げますので、こういう感じですね、穴を最小限にしてクルリンパしていきます。こういう感じですね。で、この時にちょっと形をちょっと整えつつ、こういう感じですね。で、この時もまっすぐこうじゃなくて少しだけ斜め上に向かってこういう感じにすると真ん中割れがしにくくなります。で、この時にもう一回ギュッてするんですけど、この時にゴムが隠れるポイントなんですけど、根元に沿わして頭皮に当たるぐらい根元に沿わして角度を倒してギュッとしてギューってします。これでもうゴムがもう少しで隠れますので、ほぐす前にこの準備をしておいてください。クルリンパをほぐしていくんですけど、この時にこの一番下のここですよね、ここでゴムを隠しますので、ここをちょっと真下に引きながらほぐしていきます。こっちもそうですね、真下に引いてほぐします。そしてもう一回キュッてするともうほとんど隠れますので、こういう感じですね。そしてあと全体もほぐしていきますね。均一に全部ほぐすんじゃなくて、等間隔でちょっとここをほぐしたら1センチくらいだけでここをほぐします。そうですね。で、上ら辺も一緒ですね、表面ほぐしてちょっと開けてからこういう感じですね。こういう感じです、まあ、こんな感じでゴムも隠れるんですけど、まあ急いでる時はここまで丁寧にできない時はこういうヘアアクセを使ってこういう感じで隠す場合がありますね、まあ、ゴム付きのヘアアクセでもいいですし、こういうバレッタ系でクルリンパのこの下のとこですねにかまして、こういう感じですね、こういう感じつけても可愛いです。はい、以上になります。クルリンパを使わなくてもアレンジはいろいろできるんですけど、まあ、クルリンパを使うことで結構アレンジの幅は広がりますので、まあ、クルリンパって難しいんですけどピンも使いませんし、簡単に少しのコツを覚えればこんな感じで簡単にできますので、ぜひ参考にしてみてください。